は、ウームの忘年会でした。もう超楽しかったです。ビンゴゲームやって、カラオケ大会やって、楽しかったですね。もうなんか盛りだくさん楽しい内容がいっぱいありすぎて、楽しかったです。まあね、一応動画撮ったんですけど、ちょっとね、撮影が私なんでね、うまいこと言ってるかどうかがちょっとね、謎ですね。ちょっとね、冷蔵庫のね、ブーっていう音がね、うるさいけど、ちょっと冷蔵庫のコンテンツ抜きました。まあ大丈夫です。短い時間で撮るつもりなんで。そう、それ、そうそう、これね、この動画ね、今日からこういうリストを作って、やろう、ゆるい感じでね、動画をやろうと思ってるんですけど、ちょっとね、なんでやろうかなと思ったかっていうと、私ってね、編集めっちゃ遅いんですよ。だから動画を撮って編集するまでの時間がちょっとかかったりするんですよね。それがちょっと嫌で、まあなんかもう簡単なことなら、ポッと撮ってポッと出そうと思って。で、これからもちゃんと18時に、夜6時に更新する動画はちゃんと毎日やるんですけど、こういう感じのね、ゆるい感じでもうすぐポッと撮ってポッと出せる感じの動画を、これから作っていこうかな。っていう感じのことを今思ってて、そう、今日はちょっとやってみました。そう、そうそうそう、それで、そう、ウームの忘年会ですよ。ウームの忘年会でね、めっちゃ、私、ビンゴ運ありました。私、何を当てたかっていうと、ウームの忘年会でね、みんな、クリエイターさん、YouTuber さんたち、ウーム所属の人たちが、みんなでね、プレゼントを用意してたんですよ。で、私のプレゼントはね、ちょっとめぐみさんが当たってしまって、ちょっとなんかもう、しょうもないプレゼントだったから、申し訳なかったんですけど、まあ、それはそれですよ。で、私はね、まあ、そう、めぐみ、そんなね、そんなものを、そうなんですけど、私はちょっと素晴らしいものを当てちゃいました。なんと。じゃーん、これです。佐々木あさぎさんのプレゼント当てちゃいました。しかも、私最近引っ越したじゃないですか。引っ越しした先に超ぴったりなものを当てちゃいました。何が出るかな。これでーす。まだわかんないですね。中身は？じゃーん。ディフューザーでーす。これね、私欲しかったんですよ。お部屋がいい匂いになるやつです。さあ、私でも買おうと思っとって、なんかさ、ね、安いやつ、普通に薬局で売ってるやつ買おうかしらって思っとったんですけど、ちょっともうめっちゃ、なんかいいやつっぽいなってきました。いい匂い。さすがです、さすが。ほんとね、このビンゴ大会も私もう当たらん気がして、くじ運が死ぬほど悪いから、もうどうせ当たるやろうなーと思ってたら、結構いいの来ました。そうね、よかったです。あとね、これももらっちゃいました。じゃーん、ウームの、今度はパーカーです。ウームパーカーです。ちょっと着てみようか。嬉しいよね、これ。うん、夏はウームの T シャツだったけど、冬、今年の忘年会はウームのパーカーでした。ね。次は何をもらえるのかな違うか。もらうことばっかり言ってね、ほんとね。悪い人ですよ、ほんと私は。じゃーん、そう、色がね、白とかグレーとかね、ブラック、聞かれたんですよ。私、その時はブラック選んだんですけど、でも後から考えてきたら、私のグッズの持ちパーカーが黒じゃないですか。だから、これも黒かと思って、まあ、でも、黒ちょっと可愛いなと思って嬉しかったです。ヒカキンさんも黒でした。じゃーん。今日はね、ほんとね、会いたかった人たちにもいっぱい会えて、すごく楽しかったです。私はね、面白いものを、作る、こ
ことができる人が大好きなんですよ。そのアーティストさんとかでもそうだし、その漫画家さんとかミュージシャンとか、あと映画作る人とかドラマ作る人もが好きなんですよ。あのなんかまあ面白いものを作れれば何でも好きです。だからそういう人たちじゃないですか、 YouTuber さんって。だからね、みんな大好きですそう、ほんとね、そういう事務所に所属して私は幸せいっぱいです。じゃあ今日はね、まあこんな感じです。編集もね、まあ簡単にしかしないんで、それをスーパーって出すんで、まあちょっとお暇でしたら見てください。じゃあまたねー。